映ってます皆さん、はい、カットしますか、大丈夫です一回止めようか、あの続きも入れても面白いかもしれない、ね、引き出しって自分の目の高さより下に持ってくる方がいい。こんにちは、整理収納コンサルタントの新井恵美です。今日は、整理収納アドバイザーの先輩お二人を迎えて、現場で私たちが感じたことをお話しして、皆さんにお役に立てていければなというふうに思っております。自己紹介から。こんにちは、整理収納アドバイザー1級の高山美穂です。埼玉市に住んでいて、家族4人と猫1匹と暮らしています。今までのトータル件数は大体2000件超えてるぐらいかなと思っております。インスタ、はい、ビフォーアフの写真すごいんで貼っときます。ぜひ見てみてください。品川区在住の川口真理子です。整理収納アドバイザー1級で500件ぐらいで2000時間を超えました。川口さんの飲食店、バックヤード、はい、バックヤードもやってますんで、やります、はい、お困りの方はぜひ。2人ともインスタやってますので、インスタどうぞ見てみてください。引き出しから洋服が飛び出てしまっているっていうような現場を多々目にしております。一回止めようか。やだ、集中できない。それでパオってやるの、パオってやるの、遅くなったら、やだ、外に逃がしてもいいの。ちょっと雲が出たので止めました。雲がいたから外に逃げた。収納用品から収納の仕方とか、うんうん、そもそもついてる収納システム、クローゼットとかあるけど、皆さんどうしてるかっていうところですね。で、今日さっきクローゼットの話したんで、クローゼットで話すると、うん、やだよ。あれ、何した？おかえり。ちょっと待って、ちょっと一回止めて、一回止めて。雲、雲出た。ごめん、無理。集中できないでしょ。今どうしたなんか今日。ちょっとさ、酸化？酸化型？私なんで、ごめんなさい、雲全然落ちてない。ちょっと全然あの、声声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 声引っ越した先が、うん、押入れそこ80センチぐらいあったから、うん、張り切って74センチの引き出しを買って、うん、大阪に引っ越したら、うん、合わなかったっていうのがあって、うん、じゃあ収納用品はちょっと気をつけてます。住むうちにあった道具じゃないとね、うんうん、うまくいかないことありますね。3段くっついてるものとかよりかはバラバラしてるものの方が1段ずつ取れるのがおすすめですね。いろんなところで合わせやすい、うん、バラしたら高さちょうどいいのにみたいなね、そういう案件ありますよね。うん、クローゼットだとポールついてることが多いですけど、上手に使えてないなって感じることがね、結構ありますね。上まで引き出しが目いっぱい積んであったりとか、ハンガーにかけるものいっぱいあるのにかかりきらない。引き出しを実は下げるだけでゆったり入ったりすることがあるからね。自分の目線より下にないと一目見てわからないので、まあ、胸のあたりが一番ベストぐらいですね。ですかね。上から見る道具だから、作ってる会社を否定するわけじゃないけど、うん、こうなんていうんですかあれ、ポールにマジックテープでつけて、はいはいはい、シャツなんか畳んで入れるといいですよっていう道具、うんうんうん、あんまり実は私もおすすめしてない、うん、私もともと使ってたんですけど、うん、もっとハンガーでかける量増やしたいなって思って、うんうんうん、あえて自分は外しちゃいましたね、うんうん。
畳む時間も、うんうんうん、だって面倒くさいもん、面倒くさいと、うん、なんでハンガーにしてるんですね、うんうん、そのものによりますよね。こう T シャツだったら別にクリーニングのハンガーとか、うちクリーニングハンガーで全部統一してます。うちもクリーニングハンガー、うん、なんか聞かれるときはママハンガーとか使ってるんですか、うんうん、いえクリーニングのハンガーですとかって言って、クリーニングハンガーってこう使いやすくて、うん、コーンも別にかけられるし、うん、そこまでなんか跡がつくっていうわけでもないし、うん、あとスカートもかけられるし、うん、そんなに分厚くないから、うん、いっぱいかけられるっていうメリットもすごいあるから、うんうんうん、普段お客様にアルミハンガー、それってどういうメリットがあるんですか、ね、やっぱりね、揃うと美しいですね、うん、綺麗、見た目って結構上がるよ ね、うん、ね上がる。あとね、洗濯して干す、そのままクローゼットにしまえる、うんうんうん、これね、便利、特攻ラフチン、うんうん、昨日も勧めてましたね、ちょっと畳むのが苦手なお客様だったので、そのハンガーを、うんうん、そう、畳むのっていろんなお宅行きますけど、結構みんなね苦手よね、めんどくさいもんだよね、みんな忙しいからね、うんうんうん、でもっとなんかいろいろこだわりたい方にはマワハンガーだったりとか、うん、スラックスハンガーだったりとか、うん、ご紹介はさせていただいてま す、うんね、ますね、うん、このハンガーのデメリットで、うん、これはメリットで、うん、みたいな感じで普段いろんなハンガー見せてお伝えさせていただいてますね、うん、自分自身の収納どうして靴下で言えば、うん、くるりんぽいして、うん、投げ込んで、うん、昔は綺麗に並べてたけど、うん、そんなことしなくても、うん、もう全然快適に過ごせるから、うん、私靴下半分に畳むだけ、合わせて、あ、そうなの、パタッ、キュッ、うんうん、これだけだから、もうくるりもしない、あ、そうなんだ。黒のくるぶしソックスを3足とか4足しか持ってないから、基本的にはどこに行くにも黒のくるぶしソックスは別に恥ずかしくないから、仮に相方がいなくなっちゃっても別に同じだから、うん、穴が開いてもいい、そうそうそう、大丈夫なんです、違うの履いてもいいやってなるから、ね、で数持たないとやっぱ洗わなきゃっていう風になるから、いっぱいあるとね、溜めちゃうんですよ、うんうん、まだいけるで、うん、溜めちゃう、大変になっちゃ う、 そう、洗濯大変だし、うん、その数、洗い上がったのをクルーンするのもめんどくさい、うん、大変、数あるとね、畳み方とかっていうのもお時間あればご紹介させていただいてます、うん、普段私も靴下はタクロの無印の靴ソックスを履いてます、うん、4足ぐらい一気に買って、そう、別に相方探さなくて、相方黒いから、そう、相方黒いって言われるから、なんか何も考えなくても元に戻せるからっていう、うん、自分には楽になるからそれを選んでるっていうだけで、うん、日本の住宅事情に合わせやすい、スタッキングもしやすい、渋谷にもびっくりだよね。